鈴の観念いくぜ。対容者用の兵器ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが起動までにはしばしの時が必要だ。私と主典同時兵器いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。兵器の守備は俺たちに任せてもらおうか。あれが太公望が作ったという兵器だ。叩き壊してしまえ。太公望のやつは何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。これぞ天の助け、助太刀頼みますぞ。ここで口当てろ。人間どもを叩き潰せ。関ヶ原の竹中半兵衛殿より伝令。ダッキの捕獲に成功したとのこと。ダッキを捕らえたか。ついに見えたな希望の光が。私でよいのか。オロチのため、そのようじゃわしが守る。オロチのため、そのようじゃわしが守る。武将、やりやがったな。おしつくな。思ったよりやるじゃねえか。これぞ天の助け、助太刀頼みますぞ。王者こそオロチ復活の兆しを、貴様らに打たせはせん。おしつくな。思ったよりやるじゃねえか。これぞ天の助け、助太刀頼みますぞ。思ったよりやるじゃねえか。おしっこにさせたことを後悔するがよいわ。みんなあと少し耐えよ。間もなく準備は完了する。えい、四天童寺を狙え。みんなよく耐えた。救援ご苦労。野蛮な輩との戦は貴公に任せたい。ヤシオウリは完成した。これを使える。容赦を打ち倒せる。さあ反撃ののろしを上げるとしよう。ヤシオウリの基本操作、土砲と同じだ。容赦の動きを見極め、確実に弱点を打て。続けて打ちすぎるの棒が焼けつき、しばらく操作不能になる。俺もオロチに惚れ抜いた一人なんでね。そのようじゃ閉鎖するわけにはいかねえな。王者もバカではない。自らの脅威を潰そうとしてくれた。あの化け物が弱ってきてるの。まったく大したもんだ。詰められたよ。実際あの王者が何なんだ。俺らにも分かっちゃいねえな。だがオロチをか。だから味方してやりてえのよ。容赦を沈めたか。みんなよくやってくれた。ほう、容赦からあのようなものが生まれだが恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。消えたか。やはりあれは。よかった、勝てたようだ。